3月に20後半の兄が結婚して、先週の日曜日に両家で食事会をしたんだけど、兄嫁さんがかなり強烈な人だった。まずはじめまして、兄の妹のゆきですって。私の挨拶に何も返事しない。兄嫁両親が挨拶くらいしなさいって兄嫁さんに言っても無視。って空気になったけど、面倒だったから、あ、大丈夫ですって挨拶のことはこっちもスルーした。少し遅れて兄嫁妹さんも来たんだけど、ごめんなさい、バスが遅れちゃって。兄嫁の妹の千春です。はじめま、お前何猫かぶってんの、とかぶせるように兄嫁さんが発言。これまた兄嫁両親が怒るも、兄嫁さんはふてくされるばかり。この時点で私はもう帰りたいなって思ったし、私の両親も、結婚の挨拶に来た時とは態度が全然違うなって感じだった。で、その流れで突然、こんなススキラハゲと結婚してやったんだから、専業主婦なりなんなり好きにさせろやと兄嫁さんが言い出した。話に脈略もなくて、上記の発言も思いついたように発言するんだからびっくりしたよ。兄嫁母さんと兄嫁父さんがなんてこと言うの、ってとっさに怒ってくれたけど、兄嫁さんはあぐらかいてタバコ吸い出した。兄嫁妹さんが、私妊娠してるんだからタバコやめてよって言ったら、兄嫁さん、お前みたいな女から生まれる子供はかわいそうだなんて言い出して、兄嫁母さんが兄嫁さんのことは倒してたけど、私家族兄も含めはずっと空気だったっていうか、どうしたらいいのかわからなかったわ。30分もしないうちに食事会はお開きになって、食事する前に解散の流れになった。向こうの家族はしきりに頭下げてたけど、兄嫁さんは最後までスパスパタバコ吸ってるし、兄は兄で何にも言わないし、うちの両親も怒りを通り越して呆れてた。昨日改めて両親が兄に、あのお嫁さんの態度は何だったの？って聞いたんだって。そしたら、兄、虫の居所が悪かったんじゃないかなってのんきに言ってきたらしいよ。私は兄に興味ないし、兄の結婚相手にも全く興味ない、両親には放っておけばって言ったんだけど、両親的には兄と兄嫁さんを離婚させたいみたい。なんだか面倒なことになりそうだな。